れです。ということで、アーセナルの救世主がついにプレミア上陸です、というお話をですね、今日はちょっとしてみたいと思うんですけれども、このアーセナルの救世主とは誰なのかということなんですが、もう早速いきたいと思いますが、その男の名は鎌田大地ということでね、あの希代の救世主鎌田がですね、プレミア襲来ですと、ついにプレミアにやってきますというお話でございます。ロマーノ氏によりますと、ラツィオからクリスタルパレスに移籍と、契約期間は2026年6月までの2年間で、現在はメディカル待ちでもうパレス入りほぼ確でございますと。鎌田といえばですね、富安に当たりの強いパイセンとしてまあ有名でございますけれども、そんな鎌田さんが入団すると言われているのが、南ロンドンの風雲のぼり流クリスタルパレスでございます。昨シーズンも吸ったもんでありましたけれども、なんと最終節で台風の目だったエメリン率いるアストンビラをホームセルファーストで5-0で粉砕したクラブでございます。いいですか、エメリン率いるアストンビラ、アーセナル昨シーズンダブル食らってるわけですよ。2敗食らってるわけですよ、アーセナル。そんなアストンビラを 5-2 で粉砕したクラブでございますから、もう空もうね、もう伸びしろしかございませんと、もうこっから上がっていくだけですよっていうクラブなんですよね。で、鎌田さんといえば言わずと知れたアーセナルキラーであり、アーセナルの救世主っていうお話は先ほどしましたけれども、なぜ鎌田さんがアーセナルの救世主と呼ばれているのか、その理由をちょっとね、知らない方もいらっしゃると思いますので、ざっくりご説明してみたいと思います。まあこれを知らずしてですね、鎌田さんは語れませんので、ぜひアーセナルを知らない皆さん、追ってない皆さんも覚えて帰ってください。サルチャンネル。時は2019年11月29日。この時のアーセナルの監督っていうのがウナイ・エメリだったんですね。このエメリ政権時にホームエミレーツ・ステディアムにフランクフルトを迎えて行われたUEFA ヨーロッパリーグ1920グループ F 第5節のセカンドレグでの出来事でございます。この試合アーセナルは前半アディショナルタイム、オーバメヤンのゴールで先制したんですけれども、後半55分、そして64分と立て続けに決められて逆転負けを食らったんですよね。で、この2ゴールを決めた選手っていうのがこの鎌田大地さんなんですよ。まあでもね、まあ言えるとはいえですね、カップ戦で負けたくらいやったらさ、まあ次頑張ろうってなもんですけれども、試合終了後はですね、不甲斐ないチームに対し四方八方からブーイングを浴びせられる結果となりましたと。でもね、それもそのはずなんですよ。この敗戦っていうのはアーセナルが公式戦7試合連続未勝利を達成したっていう試合ですから、7試合連続未勝利、7回勝ってませんよと。まあ途中ね、引き分けとかありましたけれども、7回勝ちありませんよと。なかなか7試合勝てないことないですよ。1回ぐらい勝つよね、普通。その間に1回ぐらい勝ってると思う、どんなチームでも。まあね、あのプレミアの降格争いとかしてるチームだったら、そういうのあると思いますよ。もう連敗連敗で、そのまま降格してきますみたいなチームあると思いますよ。でもこれ、アーセナルですからね。アーセナルですよ。腐ってもアーセナル。ビッグシックスのアーセナルですよ。7試合連続未勝利っていうのは、これまあまあまあの結果ですよ、これ。しかもこれっていうのが、アーセナルが27年間で最低の記録を更新した瞬間と、そういうことなんですよ。この7試合連続未勝利っていうのは、とんでもない記録を達成したわけですよ。ということで、試合前からこの試合は大事なポジションに位置づけられていたわけですよ。さすがにこの試合、ドイツのどこぞのチームに負けたらさすがにも、みたいな空気感がもうずっとスタジアムに漂っておりまして、で、実際順調に負けてしまいましたと。そしてこれが決定打となりまして、ウナイ・エメリが解任されるわけですよ。その後、2試合ぐらい中継ぎをしてユングベリを得て、ミケル・アルテタが新監督となり、現在の新生アーセナルへと生まれ変わるわけでございます。ということで分かったでしょ、もう。ね、分かりましたよね。この節目の EL、ヨーロッパリーグで2発叩き込んだ、アーセナルに2発叩き込んだ鎌田選手は、アーセナルキラーだけでなく、そしてアーセナルをリボンさせてくれた救世主として、グーナーに広く認知されることになるのでございますと。だからグーナーの間で、アーセナルのレジェンドだったり、アーセナルの救世主、
って呼ばれてるのはそういうことなんです。要はあんまりうまいこと回ってなかったウナイエメリ政権を叩き潰してくれたおかげで今のアルテタ政権に切り替わったと。それは鎌田さんの2発のおかげなんですよと、そういうことなんです。サルチャンネルいうことで、まあこのニュースにですね、まあ現地民も賛否両論ありまして、ということで現地民の SNS の反応を皆さんにちょっとご紹介してみたいと思います。アーセナルの SNS 界の You Now アーセナルさんがこの鎌田大地のねパレス遺跡に関して All Arsenal fans having nightmare right now っていう投稿されてたんですね。すべてのアーセナルファンは今悪夢にうなされているはずみたいな、そういう投稿だったんですけども、まあほぼほぼねそのナイトメア関係かなと。そのグーナーも多少ならずともねトラウマ持ってる人いますから、彼によってアーセナルを終わらせられたっていうね過去がありますから、すべてのグーナーは今悪夢にうなされているっていうコメントに対して、まあ賛同もあるのかなと思ったんですよ。多少はあるのかなと思ってたんですけど、いやーまあね、素晴らしいコメントの羅列だったんで、ちょっとね面白いんでご紹介してみたいと思います。まずこれに対してね、ハイパーソンという方が When you didn't want him、 あいつはいらんかったみたいなねコメントされてるんですが、まあねこういうコメント多いんかなと思ってたんですよ。そしたらこういう意見ってマジ少数派でもほぼほぼない、もう 1% ぐらいで。おもろいのがこれですね、モハさん、この Now Arsenal さんに対して、ブロ Wake up と、お前何言ってんだと、悪夢、おい目覚ましてくれよっていうコメントですね。どこが悪夢なんだいっていう、からのこの方のコメント、彼は最終的にエメリをクビにした男じゃないかと。そして同じようなコメントがいっぱい並びます。エメリ only one having nightmares、 悪夢にうなされるのはエメリだけ、エミレーツに来たら拍手喝采だよ。そしてこの方、悪夢、俺の中では鎌田はレジェンドだけどね、エミレーツでも拍手喝采浴びるはずだ。この拍手喝采系が多いのよ。でこの方、 I don't think soMaybe Emily is the one having the nightmares right now. そうは思わないね。悪夢を見てんのはエミリーだけじゃないの？違うの？そしてこの方、 That's Emily gone by Christmas. おかげでクリスマスまでにエミリーいなくなってるやん。さらに、何言っちゃってんの？俺はこいつに命を救われたぜ。鎌田さんに命を救われたと。さらに、彼は僕たちのヒーローだ。彼のゴールこそはエメリをあれしたんじゃないか。この方も、彼は我々を救ってくれた、エミレーツはスタンディングオベーションになることだろう、以上のようにですね、ほぼほぼグーナーは救われたんだと、悪夢はエメリンだけっていうねコメントがめっちゃ並んでるんですよ。さらには、 He's a cult hero、 カマーダはカルトヒーローだ。そしてHe's an Arsenal legend. やつはアーセナルレジェンドじゃないか。ということでね、最後のこのコメントにあったように、このアーセナルレジェンド、つうことで、思ってることは全世界共通でしたって話。俺もうちょっとなんか現地民は、もうちょっとシビアに見てるのが、なんかナイトメア、このナウアーセナルさんが書き込んだみたいな、マジでトラウマ持ってる人、多少いるんかなと思ったんですけども、ほぼほぼレジェンド扱いっつうか、これね、俺このグーナーの特性やと思うんですよね。このネタに全力で乗っかると。多分これが、チェルシーとかシティって、こういう面白いエピソードに全乗っかりするってことないような気がするんだよな。ああいうリアリストタイプのサポーター、例えば監督が、ワンシーズン、わずかワンシーズン、いい戦績残せなかっただけで、もうあいつクビにしろって言えちゃうわけじゃない？アーセナルサポ、それないじゃない。それこそがド M 体制のグーナーだからこそなせる技なんですけども、それくらい余裕があるから、この面白エピソードに全乗っかりできるのよ。だから SNS で最強っていうのはグーナーなんですけど、例えば何らかの投票があった時に、2ちゃんのマーシー法みたいな感じで、すげえ数の得票数集まるからね、アーセナルに。ここぐらいは買っとこうぜみたいな得票数めっちゃ集まって、2チャンネラーがふざけて田代正史に投票するみたいな感じで、確かタイム誌かなんかの今年の顔っつって田代正史を押したんだよね、2チャンネラーがね。で、マーシー法ぶっ放してすげえ得票数集まったんだよね。そのノリをグーナーはできるんですよ。そういう形で今回のね、鎌田プレミア襲来っていうのも
面白いコメントがこのように並んでいると。だから今回のことで改めてね、改めて分かったのが、全世界のグーナー、全宇宙のグーナーがしっかり飼いならされているなと。そしてしっかり俺たちは受け身が取れる、バンプが取れるんだということがね、本当に嬉しい。俺はね、他のクラブだったらこうはいかないと思う。それこそですね、このネタの宝庫アーセナルだからこそですよ。アーセナルっていうクラブは点を見てないんですよ。点と点をつないだ先にあるゴールを見据えてるんですよ。人生もそうでしょ。人生っていうのは伏線の回収ですよ。この点っていうのが伏線なんですよ。伏線を回収をこういうところでまた楽しめるっていう、そういうクラブなんですよね。俺たちが見てるのはアーセナルっていうドラマなんですよ。その点じゃないんですよ。その優勝のためだけにチームを見てるんじゃない。このドラマの先にあるのが優勝なんですよ。そのカタルシスのために俺たちアーセナル見てるんですよ。っていうのが今回のね、大地さんに対するコメントで本当に分かりましたよね。そんな気がする。そして最後のコメント、これが真理のような気がすんなー。 Not the same team。 もう俺たちはあの時のチームじゃない。いくら鎌田さんが来たところで俺たちはそうやすやすと負けないよ、そういうことですね。サルチャンネル。さて最後は鎌田大地さんのクラブ遍歴がやばいでしょって話をしたいと思うんですけども、まあ大地のクラブ遍歴はマジでやばいんですよ。ちょっと見てくださいよこれ。まず J リーグサガン鳥栖でキャリアを始めるんですけれども、次フランクフルト、そしてまあベルギーのシントトロイデン、ここでまあ富安のパイセンになると。このシントトロイデンはローンでプレーするのかな。そこからワンシーズンイタリアのラツィオ、そして今回名前の上がっているロンドンのクリスタルパレスと。これ何か皆さん共通点感じませんか。このクレストを見て何か共通点を感じませんか。何か共通点、そう、勘のいい方ならお分かりだと思う。そうだね、全て鳥関係、もう全部鳥ですもんね。飛ばないなんちゃらはサガン鳥栖みたいな、これもなんかの鳥でしょ。これなんかの鳥やし、シントトロイデのこの不気味な二つ首のやつもこれなんかの鳥でしょ。でフランクフルトもこれなん不気味な鳥ですけど、この鳥が羽ばたいてる姿ですわ。でラツィオはなんかこのワシのマークの制約ですみたいな感じの鳥だったりしますし、今回ね名前の上がってるクリスタルパレスもこれワシだかタカですよこれ、ね、このクリスタルパレスはねワシだかタカが本当に飛ぶんだから、あの試合前とかに。このように全て鳥関係なんですよ。そして皆さんご存知の JFA はこちら、ヤタガラス。このねヤタガラスっていうのはもう日本古来から伝わる守り神ですよ。守り神で、まあ都市伝説好きの方ならお分かりだと思いますが、このヤタガラスっていうのは日本古来から伝わる秘密結社のシンボルでもありますと。このヤタガラスが日本を裏で支えてきたんだと、守っていたんだと言われてるわけですよ。これまでシティをストップさせる唯一の方法っていうのは無冠王ハリケーンのシティ遺跡だけだったんですよ。だけでした。生涯無冠を貫くあのハリケーンをシティに移籍させることでシティのタイトルを阻止できたはずなんですよ。はずなの。はずでしょ。みんなそう思ってるよね。俺だけじゃないよね。はずなのよ絶対。今回だってさ、あのバイエルンの無冠に大貢献したわけですよ。いやだからワンチャンあったのよ、シティに行ってさえすればさ、こんなそのドイツなんて海渡って行かなくてもちゃんと仕事できたんですよ。なぜ行っちゃった、なぜ渡っちゃった、なぜシティも取らない、ほんとそういう話なんですけど、残念ながらもうすでにね海渡っちゃったんで、それは夢物語で終わりを告げようとしておりますと、残念ながら。しかしそんな中降って湧いたような今回のね救世主鎌田の降臨ですよ。ハリケーン亡き今、伏兵エメリン、そしてストップザシティを実現するのはヤタガラスの血を引くこの男なのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。ちなみにですね、私この動画を撮っているのは令和6年6月6日、いい666、いいね、気づかなきゃダメだよ。ということでぶっちゃけこっちの鳥じゃなくてよかったー。
ということで今回はですね、冨安に対して圧の強い男、そしてアーセナルの救世主鎌田大地さんについてお話してみました。いかがだったでしょうか。もしためになったよということはグッドボタン、ためにならなかったねってのやらなかった、チャンネル登録チャンネル解除的なことよろしくお願いします。ということでカムカムのスタイルでした。バイ。